熊田さんって穴いなことあったじゃないですか。穴いなこと世間をお騒がせしました。こうやって今世に出られて活躍されてるのを見ると、逆にめちゃめちゃピュアなんじゃないかな。一周回って、はい、一周も二周も三周も回ってすごいピュアなんじゃないかな。三周回ってピュア、すごい真実のピュアな可能性を僕は感じてるんです。そんな人、そっちも想像するでしょ。熊田さんとなら、どこ何されてもいいなと思って。あら、受け身になれる。ありがとうございます。ありがとうございますって何なんですか。どの部位を何されてもいいなと。ありがとうございます。ありがとうございます。おかしいんですけど。やらせていただきますってことじゃない。僕も結構すごい、あれはある方なんですよ。勢力は。うん、だからその夜9時ぐらいからそういうことが始まって、朝6時ぐらいまで一緒にこうできそうな。すごい。長い。はい、